こんにちは、興和木材の倉野です。本日はですね、中古物件をフルリフォームしたルームツアーを撮っていきたいと思います。はい。で、今回、はい、なんか見たことあるなっていう方もいると思うんですけど、はい、実は工事中に1回撮ってます。で、それで実際今住んで1年まるっと1年以上経過したので、住んでみて実際どうなのかっていうような内容で今日はお伝えしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい。まず概要だけお話しさせてもらうと、約43坪の平屋です。耐震基準の前なので、地区でいうと4、50年になるかなというところだと思います。はい。で、実際にスケルトンリフォームって言って大幅に間取りを変えてる部分もあるので、そちらも合わせてお話ができるといいかなと思います。それでは早速中にお邪魔していきましょうか。よろしくお願いいたします。お願いします。どうぞ。入る前に、ちょっとだけ、これ和風の玄関ですごくかっこいいじゃないですか。はい。これ実は新品の1年前に変わってます。こういった和風の玄関もしっかりあるので、この中古物件とか和の感じのこの庇とかの感じに合わせて和風の玄関にするってこともできるって思っていただければと思います。ただ中は和風じゃないかもしれない。おー、楽しみですね。早速中に入りましょうか。はい、お願いいたします。はい、こちら今玄関入ってまいりました。まずはすごい素敵なんですけど、僕の感じでは広い。単純に先ほどおせっさんとも喋ってたんですけど、これ約3畳の広さがあるんですよね。でもこの広さはすごいあってよかった。なんでですか？気になりますよね。はい。今子育て世代なんですよ。今、30代のご夫婦で小さいお子様4歳と8ヶ月のお子様2人いらっしゃいます。で、ここにベビーカーとか置けるんですよね。ああ、それはすごい良かった。十分置けますね。十分です、こんだけあれば。で、今はベビーカーの代わりにこのおしゃれなアンティーク調の、おしゃれ、これはもう家具ですね。着物を持ったりするこういう折り機、これペダルがついてるんですけど、これおしゃれなアンティーク調の家具の代わりで、おしゃれな方なんですけど、スペースがあるとこういった形で後からおしゃれなものを置いたりとか、こういう、インテリアでコーディネートできるというのはすごいいいかなと。楽しめますね。ですよね。広いからできるってことですね。逆に言うと作った方、こちらです。玄関当たり前ですけど靴箱いるので、靴箱も、こちらはお知り合いの方の家具屋さんでオリジナル家具を作ってもらった。これは靴箱です。かっこいいですよね。はい、じゃあ少し中に入っていただいて、こちら天井、これ合天井っていうんですけれども、格子状の天井です。はい、すごい綺麗だと思います。今回綺麗なんで新しく作ったのかと思いきや、これは昔ずっとあった季節仕様ってやつなんですね。壊してないってことはここに費用がほぼかかってないんですよね。ではコストダウンのところにつながるので、どっちかというと費用を下げるテクニック的なところですよね。使えるべきものは使えるってことで参考にしていただければと思います。早速メイン空間リビング入っていきましょうか。はい、びっくりします。楽しみです。どうぞ。こちらですね。はい、もう本当に圧巻ですね。広さとしては28畳の LDK になります。28畳。はい。で、前の動画でも家具がない状態でいろいろここが壁だったとか喋ってるので、気になる方はそちらを見ていただければと思います。で、いろいろ今日おせっさんにお話聞けまして、はい、いいなって思ったところをご紹介すると、まず木が好きだったってとこなんですね。で、すごい今木めちゃめちゃ主張してるじゃないですか。実はこの天井の木は前は見えてなかったんですよ。で、うちの営業がこう小屋から入って、こりゃいい張りやってなって、これは見せた方がいいですって言って勾配天井を作り上げてるんですよね。結果的にこういった立派なこれ松の木ですが見えて、すごいおせっさんは本当満足いただいてる。すごい木の風合いが感じます ね。はい、そこだけはちょっと喋らせてください。はい、はい、ではどんどん使い勝手のを喋っていきましょうか。はい、はい、ぜひイメージつけていただければと思います。まずこちらが、LDK の L の部分ですね。リビング。はい。で、普段ここにかなりご家族さん用に集まること多いみたいな。で、大体ご主人と奥様どっちもですけど、ここでこう座ってこうテレビを見て、
あ、はいはい、でこの時に視界の中にあるのはここのお子様が遊ぶ畳コーナーなんです。あ、ありますね。この視界内に入るというのはすごい重要ですね。うん、ここにあるとしたらテレビ見てると後ろなんですよ。あ、はい、こうあることによってお子様が遊んでるとこ視界に入る、うんうん、バブーって言って、うん、っていうところがすごいいいかなとおっしゃってました。目に届きますね。そうなんですよ。で、まあ、朝お子様4歳のお子様が起きたらテテテって走ってきてもここでこうプラモデルプラレールプラレールカチャカチャカチャ、まあ、ここで普段遊ばれることが多いみたいです、うんうん、でと特にいいなと思ったのが分かるかな、これ畳がフラットなんですよ。畳コーナーが本当ですね、段差がないですね。そうなんですよ。でここって私よく、まあ、営業なんで打ち合わせするところのポイントではあるんですけど、小上がりにするか、うんうん、フラットにするかかなり悩まれるんですね。ありますよね、はい。まあ、誰でも分かるポイントでいうと小上がりにすると腰がかけれるとか座れるんですね。あとは空間がちょっとメリハリがつく、はい、フラットにするともう床と同じように行き来できるってメリットがあります、うんうん、でここはそのメリットが生かされてます。実は、はい、プラレールって、まあ、あの男の子だからかな、あのめちゃめちゃつなげたくなるんですよとにかく線路を延長したい当たり前ですよね、電車なんで、はいはい、ぐるぐる回ってても面白くないんですよね。うん、ここじゃ僕が4歳で満足できないんですよね。でそこのお子さんもプラレールをどんどん延長していって最終的にここら辺全部線路みたいなことができたのはすごく良かったっていう。なるほど、そういうこともできるってことですね。そうなんですよ。あの、まあ、そこまで想定するかってこともありますけれども、うん、フラットにすることによって畳の使い勝手をそのまま延長できる。あ、はい、だ小上がりにするとちょっと空間にメリハリができたりとか、うんうん、座れるってとかメリットですけど、ここはまあ子育て世代の方にはすごいいいところかもしれないですね。先ほど8ヶ月の赤ちゃんずっとズリバイしてましたけどもう行ったり来たりしてますから高低差の動線が出ないので小さいお子様も安心っていうところはもしかしたらあるかな。なるほど、お好みなのであくまでここのお施設様のご感想でございます、はい、いいことかなと思います、ね、はい、はいはい。で、まあ、リビングはそんな感じで使ってますね。で、まあ、こちら、まあ、南西に位置するところなんですごく明るくて、はい、ごめんなさい最初に言いますよ、めっちゃ明るいところの部屋光が差し込んでますよねはい、っていうところのこのプライベートなお庭に面するガラスからすごく光も入ってくるので、まあ、ナチュラルウッドの空間プラス開放感とかでさが手に入ったような物件になりますね。羨ましいです本当に。はい、まあ、この空間はもともと広い空間なんですけど、ここもともと縁側でした。あ、そうなんですか、はい、まあ、和風の家なんでね、うん、今はもう全部壁も壊してこちらですね、上映してもらうと、ホスクリーンって言って洗濯物の干す竿が降りてくる。あ、はい、普段格納できてます。でここは光見てください、もう今もうめちゃめちゃ光当たってるじゃないですか。当たってますね。そうだからここはすごく洗濯物乾くとこなのでかなり頻繁に使われるっていうことでした。はい、ではあとはそうですね、ちょっとだけ構造的な話をしてもいいですか。はい、カメラさんちょっと引いていただいて、まずはこの柱ですね。はい、これ太い一本の大黒柱に見える、見える、見えます、見えるよね、誘導しないと、はい、見えるよね本当に実はここってもうこの半分ぐらいの柱がもともと入ってたんですよ。はい、ただこの柱だけにしてこの大空間を作った時に、はい、これだけでは頼りなかったんですよね、構造的に。うーん、はい、構造が受けきれないと。あ、なるほど。なので柱を私たち専門用語で言うと「高す」っていうんですけど、はい、まあ、継ぎ足しですよね。もう一本新しい柱を入れてます。うーん、それだと古い柱と新しい柱にちぐはぐじゃないですか、はい、だから短パンっていって薄い板をぐるっと巻いて一本の大きく大黒に見える工夫をしてます。っていうのと、まあ、あとこれ上がちょっとポコって下がってると思うんですけど、はい、これも一緒ですね。補強下駄って言って、うんうん、新しく継ぎ足してまたこうちょっと下がり壁みたいな感じでおしゃれにしてるってことですね。